どうも、シリュウです。三国志大戦後付け解説やっていきます。冒頭のカットインは、カットします。この部分って試合には直接関係ないじゃないですか。こんな動画開いてすぐ試合始めれるのって、今生放送でできないことやるしか動画投稿媒体生き残る道ないんじゃねえのってぐらいにもう公式が生配信推しなんで。動画でなら、おまんこ、おちんぽ、言っても、編集すれば済むだけの話なんでね。なんならメロンブックスで今日買ってきた同人誌読み上げても、編集出ればいいんで、動画でしかできないことやっていきたいですね。さて、じゃあ、ためになる話でもしていきますか。これももうね、後付け解説だからこそできることっていうのもあるんですけど、プレイ中だとやっぱり、プレイの方に集中力いっちゃうんで、喋る方って若干おろそかになっちゃうんじゃないですか。で、開幕の伏兵に関する話ですが、これ伏兵絶対左側だなって確信取れるんで、ここ気合数打てる感じですね。まあ、なんで左側だなって断定できるかっていうと、開幕守る配置をした場合にどっちかに寄せすぎると逆を突かれた場合に厳しくなっちゃうじゃないですか。今回だと相手が配置こちら側から見て右に炎章プラス、菊儀がいて、まあ、こちらから見て、右側に主力がいるじゃないですか。これ、もし、伏兵が右側だったら、こっちが左側から攻めた場合に、守りの部隊が不足してしまって、開幕守りに取りたい配置してしまってるのに、逆突かれて城取られるってパターンになっちゃうので、それを避けるためを考えると、まあ、バランスよく配置するという意味で、相手の開幕の伏兵は左側だなという感じで断定できるので、周遭もまあ突っ込んでいけるし、趙子もガンガン前に出ていけるという感じですね。という感じで開幕うまいこと四季三足の周遭が決まって2割ほどのリードを取れたんですが、ここはまあ菊儀の栄誉の遠読みがあるんで、周遭はもうある程度余裕を持って撤収します。これ伝誉のもう一発取りに行けば取れたんですが、それを取りに行くことによって栄誉の遠弓で周遭が撤退してしまっては、相手が式、式バック 3.5 なんで実質式 0.5 で、こちらが式3で周遭を打ったに対して式 0.5 でそれを帳消しすることになってしまうので、それをされないようにという感じですね。特に永続計略っていうのは、まあ2回目の式3を吐かなくて済むように、1回打った後どれだけ丁寧にして確実に生存させるかっていうのも、もう序盤のうちはポイントかなって思いますね。もう終盤の残り10カウント切って後とかになったら、もう2度目も関係ないんで、この制圧さんを生かすために使い潰すような使い方も当然強いと思います。でここは素武力で勝ってるので、まあ周遭を生かしてライン上げして、内乱取っていきましょう。で、この周遭っていうカードなんですけどね。僕、あれなんですよ。なんか、機嫌主張するみたいですげえいやらしい言い方になっちゃうんですけど、8月の時点で、情報修正入って、このアンコモン周遭クソ強えぞって動画で言ってきたんですけど、今頃になって流行りましたね、もう。だから、強えって言ったじゃねえか、このカード。まあね、ほんともうそこら辺自分の影響力がないっていうか、まあなんていうか、もう自分の力不足も感じるところなんで、こうちょっとでも多くの人に見てもらえるようにと思って、まあ編集とかやってみたりしてるわけなんですよ。で、ここなんですけど、伝砲を打ったカウントが40カウントですね。相手の、長時間計略、永続じゃない長時間計略は、打った時のカウント数を見ておいて、何カウントで切れるか念頭に置いておくと、今後のプランの組み立てがしやすいんじゃないかなと思います。もう当然なんですけど、このゲームやっぱりね、勝っていこうと思うと、相手の計略の効果時間っていうのは、ある程度まあメジャーな主要なカードっていうのは覚えておくことっていうのは必須になってくるとは思います。
で、ここの30カウントの時点で、デンホーの効果時間のうち3分の1を消費させれてることになるんですよ。なので、できればこちらとしては、チョウコとシュウソウは最後まで続いてるんで、時間稼げるなら美味しいなと思ってやっております。で、相手は栄誉の遠い海。で、こちらとしてはここで火器を上げていって、数星も含めた3部隊に対して火器を打ちたかったんですが、数星は回避、数星には回避されてしまう。ただ、この場は、コーランへの集中砲火が目的なので、数星外す分にはまあ影響はなくはないんですが、そこまで大きくはないかなという感じ。効率よく全部隊を回復させないために一部隊に火力を集中させる必要があったんですね。まあ、当然ながら全部隊の兵力が半分まで削れていたら全体5割回復で 250% 回復することになるんですが、例えばまあコーランのみが 50% 削れていたら、全体回復打ったとしても総回復量は5割だからこそ、こういう全体回復が飛んでくるぞっていう場面では、一部隊特に狙いやすい状態位置だったり武力だったりの部隊に集中して攻撃することが大事かなと思います。で、相手は増援の方で、こちらはそれに対して連艦の方に、聖兵再起で、相手は、増援の方の士気が士気上昇があって栄光の大号令マックス状態で、これなんですけど、まあ、いかにしてこの栄光の時間をまあ、浪費させるかという感じになってきそうですね。正直、まあ、ね、かき笑ってこういう電砲みたいなタイプの、号令打った後、範囲気にしなくていいような号令はかなり厳しいので、できることならもうこの展開は避けたかったんですが、もう、しょうがないというところではありますね。こちらはもうゴランでちょっとでも時間を稼いで、一番向上力のある部隊である炎章をどのようにして炎章からもらう向上ダメージを最小限に済ませるかというところがキーになるかなと思います。で、もうここなんですが、もう炎章の向上ゲージ、とにかくこれを入れさせないことが大事になってきそうなので、もうわちゃわちゃして強引にでも止めに行こうっていう感じですね。数星の一発は入ってもこれギリギリ大丈夫かなと思うので、とにかくこの炎章の向上っていうところで、ギリギリのところで、間に合って勝ちという感じですね。ここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。